正体を見せろ。チャンスだ。決めろ。ここはペルソナです。ヨハンナ、クイーン、さすがいい感じだったね。みんなお疲れさんだ。さて、何今のた宝箱だぞ。ルカ、開けよう。正体を見せろ。危ないやついるぞ。アイテムゲット。みんないい感じだったね。さすが。さて、研ぎ澄ませ。余裕だな。顔に書いてあるぞ。よし。あれ、楽勝すぎた。何か。なあ、遅いよ。前にさっきんとこで会ったとき、すげえ張り切ってたよな。あれ、モナに言われたキャラ？美少女なんとかってやつ。あれは、その、正義のヒロインなの。これ笑うとこ？バカ。小さい頃から、周りの人たちは私を見てなかった。私に優しくすれば、お父様に気に入ってもらえる。お金やプレゼントだってもらえる。大人も先生も友達だってそう。人はみんな損得のために笑う。そう思ってた。だから学校で家のことを伏せて。でもテレビの変身ヒロインはかっこよかった。いつでも他の誰かのために無償で戦って自分も笑ってる。そんな風になりたかったの。空想って分かってたけど。一度は誰だってヒーローに夢中になんだろう。なりたいと思うやつがいたっていい。お前この流れでひでえぞ。すごいことになってる。柄の悪い連中とは手を切れと言ったはずだ。てめえ、彼は、はい。違う、あれはウリ二つだが本人じゃない。前に説明し、認知上の。何をごちゃごちゃ言ってるんだ。
前に言いましたよね。お父様のために私なりの最善を尽くすと。これがその答えです。そやつら許しを問うために差し出すわけか。孫は裏切ってでも取り返す。奥村の娘らしくなったじゃないか。いいだろう。なぜそうやって孫と会社の悪評だって全部その得るためには差し出す。人の上に立つにはより多くを差し出す覚悟を持つ。土俵が違うのだ。まもなく私蹴落とす冷徹さこそビジネス。上田の仁義だ。奥村フーズ会社そのものが。社長、こんな賊の手垢にまみれた女、何か情報をいただかないと。もはや制裁は望まない。愛人でも何でも好きにするがいい。いいで。愛人？私自身も会社の富に良くして育った娘。会社のための政略結婚ならと。でもこんなの話が違います。お父様個人の野心のためにこの男のおもちゃになると。何を今さら。奥村のお前など初めからその手。自分の娘の人生さ。私はさあ来てもらおうか。俺ん家へさ。諦めない。ゲーノゲーネ。やばい、春のペルソナじゃ。あんなのとは。大丈夫。今まではちゃんと目が覚めてなかっただけ。何に歯向かったの。裏切りなしでは自由もない。それでも求めるというなら間違ってはダメ。さあ、あなたは誰を裏切るの。心はとうに決まっています。いいわ、その目。これで本当の力が震える。我は何時、何時は我。美しい裏切りで自由の門出を飾るでしょう。えぐ。さようならお父様。私はもうあなたには従わない。ならばお前も廃棄だな。適当に足立っておけ。何だくらいもんで遊んでやるよ。くもれくれだ。お前が道理を理解するとは思ってない。ああ、てめえには花からこう言うべきだったぜ。貴様の花嫁は怪盗団がいただいた。人は娘の魔法にきついお仕置きが必要だな。ハル、おとなしく俺のおもちゃになりな。あなたと話し合うつもりはない。お父様を改心させるためにも私はこんなところで負けるわけにはいかない。これが春の本当の力。春、よし、やろう。あのクズ野郎を叩きのめすぞ。テールソーダ。ミラディ、オッケー、ダウンを奪ったよ。来たれ、マドワケミラディ。弱点にヒット。ヘルサー、すべて晴らしてやる。ゲスレディ。なぜだ、こんな過当な奴らに。ヘルサー、容赦しない。負
何が弱っちいだよ。彼消えちゃったけど大丈夫なの？ちゃんと教えてあげたの？教えたはずなんだが。伝わらなきゃ意味ない。安心して、認知上の存在と現実の人間あっちに戻ればピンピンしているわ。そういうこと。つかさ、仲間が増えたんじゃね。これよろしくな。コードネームならノワールと呼んでくださる？ノワール、フランス語で黒の意味。私は正義のヒロインでありたいけど、怪盗は純然たる正義ではないでしょ。そんな自戒を込めてとのことだ。まあ本人が気に入ってる設定作り込んできたな。ノワール、いいじゃない。迎合しない気高さや社会への反抗心を。ありがとう。気抜くなよノワール、お宝取るまでがパレスだぜ。はい、偉そうに。ではそれ宝。
方からお宝がプンプン。なかなか遠いな。今は道なりに進む。暴いてやる。悪くないな。危ないやついるぞ。そんな立ててよかったね。オッケー、先を急ごう。うん、余裕すぎて相手に並べ。感じるぞ。暴いてやる。悪くないな。こっち見ろ。ペルソナ。さあ次に行きましょう。オッケー、先を急ごう。さて、研ぎ澄ませ。力の差が実感できる戦いだったわね。暴いてやる。悪くないな。危ないやついるぞ。そんな みんないい感じだったね。オッケー、先を急ごう。よし、感じるぞ。あっという間。お？そうだな。ふむふむ。よーし、意志。ワイヤーを使ってみよう。別の場所に行けるはずだよ。何か。ワイヤー使えそうじゃない？
この雰囲気。書くか。
ここでワイヤーが使えるみたいだぞ。このぐらい楽勝だよ。研ぎ澄ませ。暴いてやる。
ここワイヤーが使えるみたい。正体を見せろ。爆発したくなることもある。さあ次に行きましょう。さすが。さて、力の差が実感できる戦いだったわね。
じで言っとけば。なんだと、弱い人間。そうだ、ほう、我は汝、汝は我だ。また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。ペルソナが新技を覚えたみたい。
感じるぞ。よし。うん、楽な戦闘だったわね。
この雰囲気、セーフル…やるか。では、かなり強そうなシャドウがいるわ。ジョーカ、気をつけて。甘いてやる。この状況うぜえな。チャンスだ、こっち目を。ここはペルソナで止めきれなかったか。消える。ハンサー、我が輩の気持ち受け取ってくれ。いくよ。これが我が輩の思い。おまけだぜ。エクセレント。気持ち届いたか。まだ生きてる。使うぜ。ああ、ペルソナ。余裕さで返す。使うぜ。ペルソナ、こっちの言うこと聞いてくれないよ。これだ、ディフェンスアーク。やらへるぞ。降参しようかな。アルサーが華麗に回避。使うわ。ペルソナ、これでどう。許さないかね。やばい、降参しようかな。ペルソナ、ペルソナ、すべて話してやる。敵殲滅、さすがジョーカー。みんな、お疲れ様。さすが。この力があれば、この力でもっと頑張るから。よし、いい調子。今のところ順調だな。暴いてやる。やらせるよ。ブリッジ成功。これで負けたらどうしないからな。セレクトだ。俺は止まらない。ここで手こずってられない。みんなお疲れさんだ。さて、楽な戦いだったわ。ジョーカー、行きましょうか。
だ。魅力がまた増えたな。この技、早く使いたいものだな。どう使おうかな。だここか。
ジョーカー？よーし。やってやる。そい。ここはペルソナで。ペルソナ、カルメン。相性さえわかれば探してみろ。頼んだら終わらないぞ。エルプラ、すべて話してやる。やるか。